1回の表先発青柳ツーアウト満塁のピンチを背負いますがオスナをファーストフライ立ち上がり首をひねっていましたが無失点2回の裏ノーアウトランナー1塁で今日スタメン抜擢の6番の島田ランナーがスタートを切っていましたタイムリーツーベース1点を先制します青柳に援護点この後3塁で2塁が大きくアウトになります3回の表満塁から宮本がレフトへの犠牲フライこれで1対1同点に追いつかれます5回の表ワンアウトランナーなしから サードゴロ佐藤がファインプレーなんとか1点でしのぎますそして5回岩田のレフトへの打球島田が後逸ランナーを3塁に背負うと4番の村上この当たりが大山のグラブを弾いてタイムリーツーベース2対1と勝ち越されます7回の表富田2人目の富田が三者凡退に抑えるナイスピッチング中野の攻守も光りましたリズムを作ってタイガース8回の表石井がピンチを背負いますが松本空振り三振なんとか1点差そして8回の裏5番の大山同点ホームランこれで2対2となります今日一番の球場の大歓声という一発になりましたしかし9回の表霧式代打山田にセンターオーバーの勝ち越しのタイムリーツーベースを打たれますなおもランナー満塁でオスナのこの当たりライトの右森下追いつけずというところでした5対2タイガースが敗れるというゲームをお伝えしてまいりました放送の解説は関本健太郎さんと能見篤さんとともにお送りしてまいりました、関本さん、はい、惜しくも敗れたというゲームでしたが今日ゲームどうでした？山田選手が、ね決勝で打った場面ですけども、はい、1球目、落ちるボールからボールで入ってボール先行ワンボールノーストライクからツーシーム打たれてるんですけど、はい、代打の立場からすると初球にあのボールが来てたらどうだったんだろうなというかね、はい、0-0 カウントでなかなかこう自分が打席に入って用意どんでボールってなかなか捕まえられなくて、ボール先行になってからの2球目っていうところがあれが初球やったらどうなったかなっていうところがね代打の心理としては、はい、ボール先行からスタートしたっていうのは大きな一球になったなと思いましたけどね一つのボールで世界が変わるんですね、そうですね能見さんとしてはその場面どうですかあそこまあでもね代打イコール初球からしっかり振ってくるっていうのはバッテリーの間でもやっぱ働くので、はい、やっぱボールカウントね、最初は誘いから入って、次が本当勝負なんですけど、はいツーシームというところで高さがじゃあどうだったのかなっていうところも、難しいですけど野球というのは本当に考えるスポーツでもあるなというふうに実感しますが、明日からはタイガース広島に乗り込んでカープとの3連戦ですが関本さんここからの戦い、はい、どうですかねもう終わったことはねもう切り替えて明日からの松田でどうやって勝っていくかということにね、もう気持ちを切り替えてほしいなと思いますけどねはいそして野見さん明日はタイガース高橋遥人先発ですね、はい2試合目になりますけど少し、ね、本人も落ち着いて投げれるのかなとは思いますので何も気負わず本当に、ねはい自分の力を発揮してほしいと思いますね。はい